わりなのか。これでは何も変わらんのだ。倒しましょう。これが裁きだと言っておる。これで全部終わったんだな。我々の場所に戻りましょう。ちょっとだけ待ってくれよ。体がよ、言うことは聞かねえんだ。私の声が聞こえるわね。教えてちょうだい、あなたたちのことを。私の子供たちのことを。わかったわ。あなたたちは前に進みなさい。これからの世界は死を忘れることができない世界になる。だからあなたたちはあの子たちを覚えていてあげて。公演と言われてもな。お願いします。どうしてもクラスゼロの人にやってほしいの。もっと適任のやつがいるだろう。いえ、要点をバシッと話してくれる人がいいんですよ。そうです、頼みます。弱ったね。お願いします、ね、ちょっそこどけこら。何してるナイン。笑ってんじゃねえぞこら。そんなことあったんだねえ。びっくりですよ。で、その後どうしたわけ？それがですね、3日経ってから、何事もなかったように戻ってきたんです。うにゃー、それはなかなか。うがー、
うが論理的な考え方を身につける必要が。こいつなんとかしてくれ。ということで、いえいえ、まだ話は終わってません。そもそも候補生が心身ともに切磋琢磨し、では始めよう。隊長だ。では続きはまた後ほど。いらねっての。エースエース、エースエース、大丈夫？死ぬのって怖いな。やっぱり痛いよ。とても苦しいです。なんだよ、覚悟決めてただろう。無理だよ。怖い。ああ、やだよ。これでおしまいかよ。